恵比寿松日曜会。後列右が六代目昇格。左に三代目米之助、五代目、フ江、極道南両。子供は、ワ田勝マ田勝は、髪型話家、エッセイストイラストレータータレント。芸名は昇福亭一骨る。五代目昇福亭昇格の孫で、六代目昇格の老いにあたる。1955年正月。 宝塚若手落語界前列の子供。小福亭昇鶴時代の渡田正大阪市に生まれ、聖火は五福屋、子供の頃から祖父、五代目昇格に連れられ、寄せがよいをした。1947年7月に正式に五代目昇格に入門し、小福亭骨料を名乗り、翌年1月に大阪市、今里の双葉館で初舞台を踏む、小歌屋、 寄せ踊りで講座を務め人気者になる。中学校卒業頃まで講座を務め、大阪市立工芸高等学校を入学と同時に、一旦廃業し学業に専念。高校の美術油絵科を卒業後の1963年、祖合宣伝部に就職し、1970年まで勤める。祖号退社後は、本名の渡田勝名義で、エッセイストイラストレーターに転業。 落語関係の著書や、落語のレコードの差し絵や、落語速記本の差し絵などを書いたり、落語、演芸の解説をしたり、テレビやラジオ出演して活躍する。1983年に秋田実る賞を受賞。1994年1月31日に、水臓岩で死去。他、ありがとうございます。